今回は髪染めをする動画です。こちらをさらに濃い紫に染めていこうと思います。今回はエンシェールズのカラーバターを使って染めていこうと思います。器は100均で購入したボウルとプラスチックのスプーンがあったのでこれを使います。まずはシルバーグレー、色はこんな感じです。分量は適当に入れてます。続いてショッキングパープル、色はこんな感じです。こちらも適量を足していきます。続いてサファイアブルー、色はこんな感じです。こちらも適量を入れていきます。それではこの3色を混ぜていきます。今回は青紫色に染めたいと思っているので青紫色を作っていきます。色がしっかり混ざるようによく混ぜていきます。混ぜながら色を確認して足りない分の色を足していきます。それでは今から髪を染めていこうと思います。髪染めが完了しました。後ろはこんな感じです。濃くしっかりと染まりました。皆さんもエンシェールズのカラーバターぜひ試してみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。